はい、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとあまるめです。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、マイシークラブの練習なんですが、そうだね、実はと言いますと、もう何回も言ってるんですけど、うん、新たにね、チャンネル登録してくれた方もたくさんいらっしゃるんで、そうですね、あの改めて紹介しますと、はい、まああのアマさんですか、今でもアマルメで、アマルメ大丈夫です。アマルメビートボックスっていうチャンネルで、うん、ビートボクサーとして活動してまして、口を使った何ですか、パフォーマンスっていうんですかね、そう、まあ、このような感じのことを、はい、動画で上げてる方なんですけど、やってますね。なんとですね、あのあゆ太郎の高校の時の先輩なんですよ。まさかのね、はい、そうなんですよね。ということで、まあ、今回インタビュー式でまさかのインタビュー、はい、あゆ太郎の高校の時の印象を聞いていこうかなと思いました。あー、なるほどねはい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 、はい、なるほど、はい、うん、どんな感じですかね。そうだね、自分だと分かんないところが結構あるじゃないですか。もっと言うとですね、はい、まあ、確かに高校の時の後輩でもあるんですけど、はいはいはい、実は中学校の時も同じ地区の中学校だったんですよ。そうですね、中学校時代なんだけど、ね、はい、だからあの中学校の大会では見かけてたし、よく知ってて、まあいいやつですよ。いいやつ。一言で言うといいやつです。いいやつです。うん、超いいやつ。後輩の中でも、まあ、後輩みんな結構いい子だったけど、あ、まあその中でもね、後輩の中で一番付き合いがあったね。まあ、そうですね、あの帰り道が一緒ですね。ほぼ一緒だったからね。ほぼ一緒で、逆に僕のイメージから言うと、うん、めっちゃなんかテニスに対して考える人だなって思いました。あめちゃくちゃ僕どっちかというとそこまで考える方じゃなかったから、いやすげえなと思いました。いや、そのバランスだよね。考えすぎても、うん、俺一回沼にはまったことがあって考え本当に打てない時あるからね考えすぎだと考えすぎて、うん、あでも結構やっぱガツガツ打ってる感じは高校の時はしてましたね。あ、本当ですか、うん、あそうなんだ。で何回かやっぱり調子悪くなる時もあるけど、うん、それでも結構なんだろう、ひたむきに打つ感じは知ってたねテニスやってたね。先輩からの多分目線はそうかもしれないですけど、うん、今ここに後輩2人いるんですよ今。白い、あ、そうだね、白いおじさんに関しては僕の後輩でもありますからね。そうですね、白いさんが1年の時、僕が2年で2年、3年っていうね、すごい状態なんですけど、白いさんも実は後輩で、そうだ、ね、でここに今座敷わらしちゃんいるんですけど、まあ、この子はねピンクのね中学校のうん、後輩なんですよ。あ、だから結構関わりが深くてこのクラブチーム。そうだね、近いよねそうなんですね。だから中学校の後輩から見ると僕結構怖いイメージがらしいですね。お前怖いの？怖かったらしいです。怖くはないな、うん、あ、上から見るとな。あ、まあそうですよね、僕もそんな感じしないですけど。高校の何なんかしたの？なんかしたの？いや、中学校ってやっぱキャプテンだったんで、あ、仕切ってかなきゃいけない立場だもんね、キャプテンだもんな。テニスバカだったんで、めちゃくちゃでね、こいつの行ったところの中学はまあ、あれだね、きちっとしてたね、すごい。そうなんですよ、きちっとしてるし、だから多分普通の中学校だったら普通の環境なんですけど、 ね、うん、そのちょっとちゃんとやってないやつが許せないみたいな。そうだね、それがでも恨めて多分嫌われてました。あの厳しく、いやでもしょうがないよね、そのキャプテンの立場からするとな。だから特に中学校はさ、ちょっと浮いてたかもしれないですね。あ、中学校の時ね、はい、だからちょっといろいろあって校長室に呼ばれちゃったりとか。本当に？マジです、マジです。知ってます？本当に、はい、これカットするかもしれないけど、結構多いの？結構普通に、だからもう多分抑えきれないんですよね、その辺は中学生だから。あ、まあなあ。いや、あ、それ、あの僕も、うん、あの中学校の時キャプテンだったんですよ。あ、そう、まあ、そうですよね、うん、いや、で、中学生はみんなやっぱあの多感な、そうですね、多感で、しかも目標が一致してないんだよね。そうなんですよ、難しいですよね。そうそう、部員の目標一致してないから、そう、あのまとまんないんだよ。しょうがないっちゃしょうがないけど、まあ何のためにやってるかとか各々違うわけですから。そうなんだよね、本当にただ単にテレビで見て楽しそうだからやってみた。そう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 、ジュニアからやってて勝ちたい、勝ちたいとか、ね、中学校から始めたけどもう目標が新たにできて勝ちたくなったとか。そうだ、ちょっと違うんだよね、いろいろあるんですよね、その辺が。でも今の中学生もそうだと思いますけど、結構やっぱ遊ぶよね。そうですねあのいろいろ そこで生じて亀裂というか、うん、そうだね、それをどうやってうまく導くのは多分顧問の先生やら。そうだね、難しいところだけど、ね、だから技術とかじゃなくて今の顧問の先生たちはなんかこういかにまとめ、そう、統率力ね、そう、統率力できるかの能力が僕がいい顧問の先生なのかなみたいな。まあ、そういった意味ではキャプテン、そう、キャプテン
怖がられてたのかな。そうなんですよね。その辺で苦労しましたね。あ、そう。高校の時はもうわりかし、まあ一応まあその名門校。そう、名門、一応名門です ね。僕らの、ね、上の世代。そう、僕ら一個上の世代が超、まあ、強かったって。インテハイ2位とかなってましたね。関東何連覇だっけ？なんかその3連覇かなんか。したし、ジュニアナスも2人いたしね。そんなまあ高校だったんですけど。まあそこに集まる子たちはね、やっぱりみんな一致してますからね。そう、テニス強くなりたいっていうか、ね、勝ちたいっていう子たちが多かったんだよね。まあそこで出会った仲。まあそうだな。ね、あ、懐かしいね。懐かしい。で、なんでまたこう一緒になってるかっていうと、そこが多分主題。そうだね。まあもともと YouTube 活動やってたの知ってた。僕の方が先ですね。はい、先やってて、で、うん、僕が先 YouTube やりたいってなって、そうだ、近くでやってる人、まあね、あまりも。さんがいたんで、あのもっと俺の立場から言わせてもらうと、その時実は、会社に勤めてたんですよ。はい、で確か残業してたんですよ。お、残業してて、その時の様子ですか。そう、その時の様子。お前から電話がかかってきた時の様子ね。残業してて、そのオフィス、まあそんな大きい会社じゃなかったから、はい、オフィスもまあそこそこのちっちゃかったんだけど、一、はい、人だったの。はいはい、確かね、夜だったと思うんだよね。そうですね、夜ですね。うん、しかも僕思い立ってすぐ電話しましたから。そう、 YouTube やるって言ってすぐ電話しましたもん。そうで、夜で俺一人しか、なんかすげえ残業してて、はい、俺一人しかいなくて、いきなり携帯が鳴ってピピってなって、うわなんだこれって、普段鳴らない携帯が鳴って、はい、そうしたら、あれ知らねえっていうか、あれ登録はしてあるけど名前書いてねえなみたいな。あ、書いてなかったね。久々にかかってきたなみたいな。そうで、電話出たら久しぶりですって言ってきて、お前かみたいな。どうしたって。そう、どうしたって言ったら、YouTube やりたいんですけどみたいな。いやー、ほんと失礼ですよね、いきなり。あ、いやいや、そんなことない。でも結構本気だったんですよ、僕的に。うん、はい、そうだよね、結構。そんなでもこの年齢で生半可な感じ言わなくないですか。そうだよな、だって20何歩だったもんね。そう、もうね、あとないって言ったらもっと上の人に失礼かもしれないけど、だってこいつ辞めてますからね、仕事。そう、仕事しかも稼いでないのに YouTube で。登録者500とかいかなかったもん。いや、行ってないです。登録者2、300、まあ500人近くか、うんうんうん、で仕事辞める人いないでしょ。いや、俺すごいと思うよ。その時俺多分4万ぐらいだったんですけど、今もうこいつ5万以上いってるので、いやすごいなと思いますね。いろいろだから教えてもらって、あ、機械とか、だって僕キーボードがまず打てなかったんで、パソコンのね、はい、よくやってるなと。よくやってるなって思ったよ。だから、まあ、まあ今ね、いろいろ YouTube やりたいって人も、うん、いると思うけど、ね、頑張ればできます、はい、あ、僕ができたんで。そうだね。あ、まあでもやっぱ YouTube 向いてると思いますよ。あ、自己表現が好きだったんで。そうだね、もともと前に出ても全然こう、全然全然物同時しないっていうのが。だから Facebook、Twitter とか昔からそう、全略プロフィールとか、うん、全略プロ懐かしいね。ミクシーとか、もう塩だよ。でも今の子分かんないですよ。全略プロフィールね。プロフィールとか、うん、ミクシー、アメブロ、アメブロ、ね、Facebook、Twitter、 SNS めっちゃマスターしてんじゃん。全部やってますから。で、何をあげるかっていうと、うん、やっぱ自分を知ってほしいんでしょうね、何かしらの形で。あ、はい、で、そうだね、テニスのやつあげたり、うん、あとあれなんだ、筋トレとかなんかダイエットとかもなんかやってたんじゃない。そう、アメブロでそれ上げてて1回すごい上位に入って、それがアメブロで、そう、その時今12キロ太っちゃいましたけど。その時体脂肪率 10% なかったんですよ。ああ、すごい絞ってたね、はい、まあそっか、もともとだから好きだったんで。あ、そうだね。まあたまたまソフトテニスでこうやって YouTube が伸びて、まあ、なかなかいないよね、その YouTube やってる人間が近くにね。そうですね。だから、まあ、今これでご飯とか生きていけてんのがすごいと思う。すごいな、うん、すごいと思う、うん、頑張ってると思うよ。いやいや、まだまだ頑張ります。うん、なんか俺の印象としてはこういう愚直に頑張れる人だと思う。まあね、こんなようなつながりなんですよ、天音さんとは。今後ともよろしくお願いします。まあ概要欄に、あ、よろしくお願いします。ビートボックスチャンネル貼っておきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。僕もたまにはテニスするんで。たまにじゃないですよね。本当はね。でもそろそろ作るらしいんでね、チャンネル。テニスのね。チャンネル。ビートボックスもやるよ。そう、ビートボックスは本当にプロなんで。本当に。ちょっと今ちょっと修行中、もうね、今日もテニス来る前すげえやってたもんね。あ、そこそこ。また僕のチャンネルでも何回かね、出演してもらってるんで、またなんか機会があればいい。うん、やろうね。お願いします。僕も歌とかもそういうの好きなんで。うん。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい。この辺で終わりたいと思います。で、次はちょっとね、白織さんと、はい、そして白織ちゃん、いいかな、一緒に撮るの、一緒に、はい、じゃあまた。
バイバイ。バイバイ。はい、続きまして白いおじさんと座敷わらしちゃんに来てもらいました。イエーイ。はい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 。ということで今日も元気でやっております。で今日は何のインタビューをしてるかって言いますと、はい、白織さん僕の高校の後輩なんですよ。そうですね、はい、で座敷わらしちゃん中学校の後輩なんですよ、うん、違います。違いますじゃねえんだよだから2人がこのあゆ太郎の見え方っていうか中学校の時を知ってるわけじゃない、はい、で高校の時のあゆ太郎を知ってるわけじゃない。そうですね。どういう風に見えてたのかなっていうのを今日ちょっと聞いていこうかなと思いまして、はい、こいつ怖えな、なんかなんか大丈夫、ぶち込んでこう、思ったままに言っていいんだろう、はいはい、チャラい、とてもチャ…近い、この辺、この辺とてもチャラくて、とてもチャラくてあとなんか、坊主だったから織田武道さんみたいだった。何みたいだった？織田武道さん。織田武道お前そんな風に見てたんか俺のこと。太田武道さんみたいだったし、うん、あとはよく足つる人で、そう足つってためっちゃ俺。あとペアの胸ぐらつかむ。そうだね。怖い。大丈夫怖い。大丈夫これ大丈夫。怖い。中学校の時はさっきも言ってたんだけど、はい、キャプテンだからさ。あまあそうだね。そう。その重圧はありますよね。そう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 。でもテニスは上手くてボロン使ってた。ボロン使ってた。情報が全部なんか淡白なんだよな。織田武道でボロン使ってたって変態だよお前。あとあんま織田武道に必要ない。興味がなかった。そんな感じですね。はい、じゃあ白織さんはどんな感じですか。いやもうやっぱりアリさん。アユさん。アリさんは。アリさんはどんな感じですか。とりあえず足つりますよね。それはもう。いやそうだね、俺もう足とかを直してるのをすごい覚えてる、ね、マッサージ班みたいなのがあったよね俺の周りに専属マッサージ、俺の周りにここの時専属マッサージ班がすぐ釣るからそろそろだっていうのが、ね、もうある分かるのよ。大体県大会のね8か4あたりでねそうもうそこら辺から釣り始めちゃいますからね。釣りやすかったね。大学から釣らなくなったんだけどね。トレーニングとか、まあ、食事の管理とかいっぱいしだして。ちょっとあとは何チャラいでしょ。チャラい。えでも、まあ、ここの時チャラくないよね多分。ここの時はチャラくないですね。ここの時はチャラくないです。チャラかったじゃん。多分中学校の時のさチャラいなんてさ可愛いもんよやばいじゃんだって、うん、ここの時チャラくなかったよ。チャラくなかったですね。あの、ね、はい、それは覚えてます。位置づけ男子じゃなかった俺。一応そうですね、位置づけ男子。一位置づけ男子だと思います、うん、で、なんだろうな。でも、あんまりこう、喋んないですよね。あ、そうだね。俺喋んなかったね。結構後輩とかから怖がられる。怖がられてた。とか、入学した時もクラスの人から怖がられてたからね。なんでそんな機嫌悪いのみたいな。そうそうそう。そんなことだったの。私なんか真面目な顔してると怖いのかな、なんか。まあ真面目な顔して。あとバカバカバカ。あ、そう、勉強勉強。計算ができないから。たまにほんと飛んじゃってる。飛んじゃってるって何？勉強できないの知らないでしょ。いや知ってますだって高校の時は。あそっか。そう勉強はできなかった。でも俺ね成績悪くないの。普通ってことでしょ。違う違う俺中学校の時めっちゃ成績いいんだよ。普通ってことじゃなくて。あれじゃない？テニス強かったから先生がよいしょよいしょでこう。そうそうもうこれの天才だから。最悪だよ。もう先生の前からこんなんだよ。キモいわ。ちょっといいとこ言ってくんないかな。優しかったですよ、やっぱり優しかった。はい、自主練とか残ってても教えて残って教えてくださったりとかくださったり急に敬語になった、はい、いや一応先輩だから一応ね動画で毎回言うけど一応先輩だから。ダメだ後輩ダメだ後輩ダメだ。あえたらダメだ。いやいや尊敬はしてますよ。帽子くれるしグリップくれるし T シャツくれる物をくれる。パパか俺は。また期待してる。この間の関東大会の動画は、久々にちょっとドキドキしました。あれ懐かしいっしょ。懐かしいです。やばいっしょ。あれね、多分僕の声ちょっと一部入ってます。あれね、映ってないとこでかなりいろんなシーンあって、みんなご飯食べてるシーンとかあって。はい、え、お、そうなんですか。じゃあ僕もいました。いるいるいる。出してくださいよ。橋本とかいる。ちょっとあの見てる方わからないですから橋本とかね。田辺とかいた。見たい。田辺今嬉しがってますよ。これ田辺って出てきたな。田辺とか橋本がね。想像つくね。ゴリポン、うん、まあ。そんな感じでね、まあ、あゆ太郎チャンネルの準レギュラーとしてこれからもよろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。じゃあね。